主様、ついに、ついに成功いたしました。主様の影の英知に基づく絆創膏の改良です。このようにガーゼと一体化させました。あ、そのお言葉、よく転ぶ私に絆創膏があるという慢心を持たせないための、怪我をしないこと、それこそが寛容なのですね。あ、ありがとうございます。主様に限っておけがなどなさらないでしょうが、もしもの時はお使いくださいませ。主様のお墨付きをいただいたとあらば、すぐにも売り場の拡大を、全国展開を。しばらく忙しくなりそうです。